はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。闇の存在から逃げている僕コインでございます。で、まあちょっとパッ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 パ、前回ね、普通にお亡くなりになったんですけれども、今回はね、無事に切り抜けて先へ進んでいきたいと思います。早いとこね、オン闇の存在がちょっと本気出してきたからさ、頑張んねえと。コーヒーとか落ちないよ、さすがにね。コーヒーブレイクはできないよね、さすがにな。さすがに無理だな。オッケーオッケー。闇が本気を出してきたんや。僕、逃げ切れるかな、この闇の猛攻から。おーん。あ、コーヒー。こんなとこにもコーヒー置いとくんか。やるねえ。やるねえ。もうどうなっとるん？どうなっとるん？どこからこれ？どこから？どこから？は？ん？は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 ？え？は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 ？どここれ？ここ、これどこ？あ、上登ってきたところか。オッケーオッケー。で、ここを左に行って、あ、待って、なんかあるぞ。なんもねえや。闇優しくない。ちゃんと追っかけてきてるわ。待っててくれるかと思ったけど、ダメダメ。コーヒーポット取って、はいはい、余裕を演出してからので、で、あ、ちょっと待って、これ、え、ちょっと、え、いて。で、コーヒーポット取って、この後だよ、この後どうした、え、どうした、道がもうないんだけど、え、ちょっと待って。ごめん。道がなかったよね、今ね。コーヒーポット取って、コーヒーポット取ろうとするとぶん殴られるんだけど。あ、これもう行くしかねえってこと？行くしかないってこと？ごめん。飛べんのか？あ、飛べた。なるほど。アランのジャンプ力舐めてたわ。飛べたのか。ごめんね。道がないからもう死んだと思ったわ。あ、生きてる生きてる。うわ。危ねえ。シンシアフィーバー。なんでこんなところにいるんだ。なるほど。靴箱の中にあるやつが残ってるやつだから、それを見て先へ進んでいくという。え、開けていいの、勝手に。いや、開けてくれるんかい。さあ、それよ。これでもうこの部屋を守らなくて済むわ。そろそろ6番と33番と118番を変えなきゃいけないけど、こんな夜中にはしごに登りたくはないし、もうくたくたなの。あなたに渡してしまえば私の役目は終わるのよ。そのページは幼い頃の俺の思い出だった。だが書いたのは俺じゃない、トーマス・ゼインだった。え、もうそこからもう物語が始まってたってこと？7歳のアランは眠ることを怖がった。寝ついても悪夢にうなされ、悲鳴を上げて飛び起きてしまう。ある晩、母親が古びたスイッチを持ってきてくれた。クリッカーと呼ばれるそれを使えば、魔法の光がたちまち怪物を追い払ってくれるのだと。クリッカー。しかもそれはアランの父からもらったのだという。父親を知らないアランにとって、父に関するものは全て魔法だった。アランはクリッカーを握りしめ、ようやく安心して眠りについた。あれから数十年後、コールドロンレイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み、
飛び込んだ。めまいがした。アリスにあげたクリッカーがここにある。全員が書いたからだ。俺が書いた物語の中で。これでアリスに会える。終わらせるんだ。あー、終わったー。いきなり何回もいなくなってしまったわ、魂が。これであれか、闇を打倒するための手段を手に入れたわけか。エピソード終了、クリッカー。行くか、エピソード6へ。ここまでのアラン・ウェイク、闇の存在に操られ、恐ろしいホラー小説を書いてしまった。そこまでよ、やめなさい。このまま書き続けても、アリスは取り戻せない。これはホラー小説なのだ。誰一人として助からない。ゼイン、トーマス・ゼインだ。あなたがレディー・オブ・ライトですよね。だがゼインが保険を残していた。クリッカーだ。コールドロン・レイクのほとりで、アランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み、飛び込んだ。これでアリスに会える。終わらせるんだ。これが最終章だな。ディパーチャー。アランが書いている小説の名前だ。え？急に階層入るじゃん。ひどい二日酔いだった。頭が割れそうで、光が目に刺さる。サングラスと鎮痛剤が必要だった。今度こそもう二度と酒は飲むまいと誓った。すげえじーって音鳴ってる。サングラスを取る。なんで一回転した。なんで一回転した。アラン、サングラスのおかげでだいぶマシになった。これでもう真昼のヴァンパイアのような気分にならずに済む。ここか、じーってなってんのは。鎮痛剤取る。これか、ウェイパーみたいだね。鎮痛剤はすぐに効いてきた。これでようやく世界と向き合える。なるほど。シャワールームか。コーヒーはあるか。世界と向き合ったらまずやることといえばコーヒー飲むことだろう。なんでコーヒーねえんだ。ここ開かない。自分家なのに開かないってどういうことよ。よし、メッセージが一件入っていた。なるほど。タイプライター。まあメッセージ読んでからの方がいいのか、まあちょっと先にコーヒー探した方がいいのか、まあ、先にコーヒー探した方がいいかな。ちょっと眠気がさ、取れなくて。眠気がちょっと取れないときっつえばやっぱコーヒー飲むしかないでしょ、それは。この部屋もやっぱいるな。行ってきたことあるな。うんうんうん。まあ、でも入るとこがないね。ん？仕方ない。メッセージ聞くか。メッセージは一件です。アラン、まだ。バリーか。起きた起きた。例の番組が録画されてるはずだぜ。アリスがちゃんと撮っといてくれればな。今朝もコテンパンに言われちまったよ。そりゃ確かに昨日ははしゃぎすぎたけどよ。パーティーもビジネスのうちだろ。なあ、これは友人として言っとくが、アリスの言いつけを守ってたらお前さんのキャリアは立ち行かんぞ。じゃあまた後でな。番組見とけよ。ナイトスプリングスか。まあこのテレビでしょうね。結構テレビ何台もあるけど、オンにする。てってー。ハリー・ギャレットショー。やあ、こんばんは。今夜のゲストはベストセラー作家のアラン・ウェイクさん。最新作サドンストップについて伺います。傑作ですよ、買ってください。いや、大傑作ですよ。実はここだけの話。それはまずいな。いやいや、いいそうならスタッフからざっとあらすじを聞いちゃうんですがね。まさか全部読んでくれたの。最初から最後まで全部読んじゃいましたよ。大ファンなんです。そりゃどうも。さて、まだこの新作を読んでおられない方には
ちょっとネタバレになりますが、そんな方がいらっしゃればの話ですがね。この最新作で主人公の探偵アレックス・ケイシーが死んでしまうんです、ね、めちゃめちゃネタバレやん。それ大丈夫なの？切手のハードボイルド探偵がですよ。なんだって彼を殺してしまったんです？ひどい人だ。生成しましたよ。いや、このシリーズはもう7年間6冊も続きましたからね。そろそろあの暗い男には別れを告げて新しいテーマを書きたくなったんです。過去からの旅立ちですよ。作家とはわがままな生き物ですな。ケイシーには随分楽しませてもらいましたが、確かにおっしゃる通り暗い男だ。恋愛面でもついてなかった。ご自身はいかがなんです？ああ、ケイシーの周囲に現れる女性はみんな死んでしまいますからね。ハードボイルドな担当だね。探偵はそうだよね、死んじゃうよね。家庭円満だし、妻は私のミューズですから。そいつは大変結構ですな。さて、プロモーションツアーの感触はいかがです？順調ですよ。やっと戻れてホッとしてますがね。確かに最近は何かとお忙しそうだ。パーティーや、それに例のパパラッチとの一件とかね。何やったんだ？記者はあんまり不作法だったんでカッとなってしまってね。反省してますよ。何やったんだ、アラン。有名ですものね。小説も書いてますがね。その最新作サドンストップは現在書店で絶賛発売中です。まだお読みでない方は今すぐお求めください。それでは今夜はこの辺で。ゲストの皆さん、ありがとうございました。アラン・ウェイクさん、サム・レイク、もう一度あの顔やってくれ、サム。それだ。そしてポエッツ・オブ・ザ・フォールでした。ではまた。ユーモアを感じられる。それでよしとしよう。身体は晒してないから安心してくれ。普通におもろかったで。またお説教かい？ねえアラン、もう少し寝た方がいいわ。まだ怒ってるのか？今朝は怒ってたわよ。夜中どころか朝の7時に帰ってきて話の途中で寝ちゃうんだもの。もう怒ってないわ。あなたは？ツアーのせいでクタクタなんだ。あ、アラン、もうちょっとじゃない。これが終わればまた書けるようになるわ。ごめん、アリス。アラン、疲れてるのね。シャワーを浴びてベッドに戻って。ああ、そうだな。ごめんよ。これが終わったら旅行に行こう。休暇だ。二人きりでのんびりしよう。それでコールドロンレイクですか？ブライトフォールズ来ちゃったんだ。クリッカーがキャビンへの鍵だった。アリスを救うには湖に戻らなければならなかった。俺は湖に戻って決着をつける。原稿の最後のページに正しい結末を書き込むんだ。ここじゃ書けないのか？最後のページはタイプライターにある。あれを読まなきゃ続きは書けない。全員は近道をしようとしてそこで失敗したんだ。わかった、いつでも行けるわ。すまないサラ、これは俺だけでやる。バリ、サラの銃を。いや、来てもらおうぜ。ドアを閉めてください。頑張れよ。じゃあな。やっぱバリめちゃめちゃいいやつだわ。外は暖かく快晴だった。クリッカーのおかげなのか。俺は疑念を振り払った。何にせよ今のうちに湖までたどり着こうと思った。ゼインの原稿で俺はコールドロンレイクのほとりに立ち、クリッカーを使おうとしていた。そこへ向かうのだ。
この見事な大自然に囲まれているとどうしても疑わずにはいられなかった。ひょっとしたら全て妄想なのかもしれない。俺は今もキャビンにいて頭の中の物語に囚われているのだ。ハートマンの言うようにアリスの死を嘆くあまり正気を失って、俺の想像力ならそれも十分可能だろう。だが今となってはどうでもよかった。やるべきことはただ一つだった。しゃあ行くか。で、で、これ下っていかなきゃいけない感じなのかな。あ、待て待て、これ車乗る、あ、車乗っていく感じでしょうか。あ、そうですね。あ、ちょっと待て、一旦降りて一旦降りて、一旦降ろしてくれ一旦降ろしてくれ。この看板読めるんじゃない。読めねえわ。はい、じゃあ行くぞ。そして弾が足りない。なん、しかしさ、保安官連れてくればよかったのに。なんでアラン、お前は一人で来ちまったんだ、こんなとこに。行くか。あ、ここはアメリカの道路だから、こっちの車線ですね。ちゃんと守っていこうか。日本とは違うからね。ちゃんと交通ルールを守って行かないと、あのサラさんに捕まっちまうからよ。ホールドンレイクへ向かう。よし、ふう。え、チェックポイント、嘘、ここチェックポイントなの。自然に車を盗んでいく。まずいですね。これ良くないんじゃないですか。あ、待って待って、チェックポイントっていうか、なんか、ああいう看板とかさ、一応なんか、見ときたいよね。ああ、読めるわ。マジェスティックモテル、この先すぐ、快適なベッド、清潔な部屋、ワイヤレスインターネット、ランドリー完備、全室ケーブルテレビ、および簡易キッチン付き、500-555-8923。までどうぞ。アイテムなし、確認完了です。よし、じゃあ行くか。明るいうちに到着しないとね。なんだろう、この辺さ、アイテムありそうだけど全部寄ってたら時間がなくなるというかなんかねダメな気がするね。え、おらおら、なんで事故ってるのこれ。大丈夫、あ、乗れない。あ、もうここから歩いてけってこと。闇、一度接触したせいで闇は俺とつながっていた。ジャガーが近づく。ジャガー、君たち、君たちもう来るのかい。早いんじゃないか、ちょっと。あ、でもライトは最強だわ。よしよし、はい、とりあえず弾無駄にできねえな。いて、よし、よいしょ、リロードで10発しかないぞ。あー、でも発煙筒となんかあるね。あそこに落ちるのは原稿でしょ。まあ行くしかねえな、このまま。全然アイテムが。鳥さん？闇の存在、ウェイクを妨害する。闇の存在は、もはや小説家に自らの望む結末を書かせようとはしていなかった。あの男は知りすぎた。しかも、ああ、なるほどね。全員が残した狂気を手にしている。今や闇は、コールドロンレイクに、あの深淵に行かせまいと、全力で小説家の行く手を阻もうとしていた。なるほど。
あ、これセーブできるかな。チェックポイントじゃないチェックポイントじゃない、全然違うから、それはチェックポイントじゃない。よっしゃ、行くか。で、どうせあの闇の存在がうろうろしてんだろうから、引き殺していきましょうか。それも一応動くけど、まあ今の車でいいかな。しかし何これ、闇の存在がさ、街を飲み込みつつあるってこと、これ。全然さ、いねえんだけど、人が。ああ、もう出てきてんね、闇の存在。よし。いいのかなこれ、このまま行かせてもらっちゃって。ああ、一応モーテル行かなきゃダメってこと。555の8928だっけ。 なんかあったよね。あ、なんかあそこのジャンプで飛べそうじゃない。とりあえずアイテムじゃろこれ。まずはこの外側なさそう。ああ、装備整えなさいよって感じだ。ここであれ違った、これショットガンかと思った。コーヒーポット、トイレなんかに置かないでくれ。マジェスティックモーテル、ご案内。ご予約時に保証金として、10セント、あ、違う、100セントをお預かりします。クレジットカードのご利用は可能ですが、個人小切手はお取り扱いできかねます。チェックアウトは午前10時です。騒音禁止、ペット同伴不可。駐車可能な車は各部屋1台のみです。宿泊者以外による当施設のご利用及び午後9時以降の来客はご容赦ください。シニア割引及び退役軍人割引についてはフロントまでお問い合わせください。ということですね。うん。モーテルの宿長によれば、ナイチンゲールはここの2号室に滞在し、ナイチンゲール？ここに来てナイチンゲール？ショットガンか。ショットガン自体は RR。しかし、ここでナイチンゲールが出てくるとは。闇に飲まれてたよね、あの子ね、確かね。まあ、とりあえず、一部屋、これ、ここか、ナイチンゲールの部屋。めちゃくちゃだな。他の部屋も一応見ておく。え？なんかすげえ音しなかった、今。他の部屋は入れないかな？あー、4号も無理。5号も無理。なるほどね。OK。そしたらナイチンゲールの部屋覗いてくるか。ナイチンゲールはどっか行っちゃったからな。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃだぜ。妻の写真じゃね？奥さんじゃねこれ。いや、みんな、あれ？何なんだ？あ、調べるか。間違いない。ナイチンゲールはここに滞在して、俺を追い回していたのだ。うん。え？それが分かったから何だと言うんだ？え、ナイチンゲールと戦うのかな？ナイチンゲールいるのかな？どっかに。それはどうかな？ナイチンゲールか、お前。よし、じゃあとりあえず車に乗ろう。いて。逃げる。これ乗れるやつじゃないね。マジでこいつら腕前があるんだよな、結構。なかなかいい腕前してるんですわ。ああ、そこにいたからね仲間のやつを食らってもダメじゃないとか、ずるくないか。それはずるいよな。裏側もなんかあるじゃん。え、弾使いたくないけど使っちゃおうかな。あのピラミッド何なんだろうな。ん？何だろう。特に何もない感じ？あ、車乗れるじゃん。わざわざあそこバーンって行く必要なかったってことか。
なんかさ、ここジャンプできそうなんだよな。せっかくだしちょっとジャンプしていいかな。車乗ってさ、バシッと決めてえわけよ。乗ってきた車ちゃんがあそこに止まってるやつだから、ちょっとさ、やろうぜ。できることなら一回飛んでみたい。乗る。車としてはやっぱさ、こっちの方が、ちょっと待って、乗る前にそこに、アイテムボックスがあるじゃないか。アイテム取ってないと。危ない。見逃しそうだったな。これ。リボルバー、バッテリー、ありがてー。よし、じゃあ改めまして、行かせてもらいましょうか。で、あそこにほら、飛べそうじゃない?これ。ここ行くでしょ。飛べ!いいねー。よし。ん?で、これなんだ?結構、ここ自体は広いよね。まあ、特に何もねえか。車暴走させるだけだな。よし。じゃあ行きましょうか。なんかありそうだけど何もねえな。やべ、みんな暴走してますよ。敵さんが。光の中には来れないだろう。やつら、所詮。雑魚よ。光の中に来ることなんてできないのさ。アイテムちょうだい、アイテム。そんなことどうでもいいから、アイテム。アイテムちょ。これ、一個一個車のエンジンかけて、燃焼灯つけていきたいな。できることならば。ん?お前か。お前か。いてて。どこだ?ああ、いてて。よし。あ、このライト。あ?ライト消えちゃった。おい。めちゃめちゃ暴れてるやないか。ポルターガイスと戦って進む。いてへ!お前もか。お前もポルターガイスとか。みんなポルターガイスとロロッとっていい。というわけでガイストとの戦いが始まりましたね。とりあえず消す。数を減らさなきゃ。話にならん。いてえ!お前、ここにいたんか。よいしょ。はい、オッケー。まあ、ちょっとずつ。ちょっとずつでいいよ。一旦逃げちまえばなんとかなるから。で、この光が消えるんでしょ。知ってる。なんだ。で、数を減らすでしょ。まずは数を減らす。よし。ポルターガイスは怖え。この端っこのやつも。あ、大丈夫か。あー、浮いてる。弱いポルターガイスだな。なんで、あそこに原稿があるけど、ああ襲いかかってくるね。消えろ。消えきらなかったか。ちょっと待って、原稿落ちちゃったじゃん。今原稿落ちたよね。ちょっと原稿拾いに行く。原稿拾いに行くか。やり直します。あれ、あの原稿、え、原稿取れ、原稿じゃないのこれ。あれ、原稿じゃなかった、もしかして。原稿じゃなかったかもしんないね。さてと、恐ろしいのはこっから床が壊れていくことなんだけど。冷蔵庫消した。バッテリーセット。暴れてる床は何なんだろう。
進めない。 OKOK。 結局あそこ原稿はなかったってことでいいのかな。よしよし OK。 で君は消えてもらおうか。一応ね後ろから襲われてもさつまらんからちゃんと消し去っていく。この辺の床は暴れないかも。大丈夫。おっとどうどうと OK。 これ遊んでるのもなしだな。ランダムでこうビョンビョン飛んでんのかな。ちょっと行っちゃうか。なんだなんだ。え、ああ先行手榴弾じゃない。まあ、いいか。トトトトゥ。ちょっと体力回復。やーべえなー、めちゃめちゃ暴れ回ってる。なんだ、次は誰が映ってくる。どれ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 来んだ、どれが来るんだ。お前か。いって避けられない。よしよし、追っかけ。あとどれ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 暴れてるの、お前か。よしよし。おーんおーん。よしよしよし、通常ライトで倒せた。これ大丈夫かな。いや、なんか襲ってくると思ったけど、お前か。逃げるしかねえ。ちょっと逃げるしかねえっていうか、ダメだ。フラッシュバン。え、ちょっと待って、これ今発電筒じゃねえの。今発電筒あったよね。これこれ、あ、そう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 。よし大丈夫、いけるいける。よーしよーしよーし、見せじまい。誰と。よし抜けられた。会えて嬉しいよ、会えて嬉しいよ、会えて嬉しいよ。車乗ろうか。ふう、良さそうな車だぜ。で玉込めは大丈夫かな。 OK。 よし乗りましょう。ブーン、何もないっすね。ブーン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 。よし、とりあえずこの小屋の中入ろう。降りて、よし、あ、よく考えられてるね。いや、遅いんだって、出るまでが。ゆっくりしてんじゃない。あ、なんかすごい光、すごい光、すごい光、ボーン。なんか外で暴走してんな。やばそうだな、あの車。とりあえずこいつを消しとかないとダメかもしれないね。よし、どうせまた戻ってくんだろあいつ。え、まあ行きたいところでどうにもならんだろう。おん、ちょっと待って、何やるね。多分あの車で先行けっていうことなのかな。とりあえず上行こう。行こう。あの、え、あ、よかった。なんか進めなくなったかと思った。アイテム、わあ、しょっぺーなー。発電筒1本だけ。え、いるの、いるのか。いないよね、さすがに来れないでしょ。
っさに来れないよね。よしよし、オッケー、よしよしよし。ああ、何何なんかいたな今。いやー、光の力。どう、いけんじゃない、いけんじゃない、逃げるなお前、逃げるんじゃない、やばい。もうあの車逃げるからよ、すぐに。ダメだ。くっそ。よし、やっと消えた。さて、行くか。じゃあ、この車で、僕は旅に出るよ。先へ進んで行こう。逆方向だな。どこだ。あー、こっちかな。この先っぽくない。あー、こっちだね、こっち。オッケー。ふう、まったくひどい目にあったぜ。乗り換えじゃない。ごめんなさい、くしゃびが出ちゃった。なんかとんでもないことになってる。おっとおっとっと、ポルターガイストが襲ってきてんね。くそ、降りるしかねえか。仕方ない。ボーン。うん。あ。ポンプアクションショットガン。ん？今ショットガン拾ったばかだよね。あー、どっちのがいいんだ。ポンプアクションでいいか。今んとこどっちがいいとかわからないね。とりあえず、あ、いた、なになになに、なに、あーあー、闇のうんこが闇うんこが残ってるわ、ここにも。一応消しといた方がいいか。歩くとき邪魔になるからな。足首ひねっちゃうからよ、こういうの残ってると。なんで今消えちゃったの、電気。絶対意図してやってるでしょ、この明滅は。夢中になってやってるとさ、大丈夫かな。リボルバーの弾薬。止まる、トロトゥ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 。囲まれちゃおしめよ。よし、というわけでまず発電灯置くでしょ。よし、オッケー。ショットガン弾頭取って、リボルバー弾頭取って、オッケー。で、ここにあるボトル、リボルバー弾頭で発電灯また置いて、リボルバー OK ね、いっぱいね。オッケーオッケー。よし、じゃあ先行こう。こいつらシカトしていきまーす。で、上にもなんかいたな。よし、ちょっとなんと、おっと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 。よし、はい。原稿拾って先、ここ、オッケー。ふう、余計な消費を抑えていくことができましたね。んで、原稿読むか。固定の墓場。コールドロンレイクの固定は、かつてこの深淵へと引きずり込まれた者たちの墓場だった。朽ち果てた古い難破船や墜落した飛行機の残骸、闇の存在はそれらに息を吹き込み、無造作にばらまいた。木々が倒れ、大地が寄進でも闇は気づきすらしなかった。ああ、
なんか木がメキメキなったりしてんのってそういうことなんだ。確かに古い飛行機落ちてたりとかしたもんね。よし、じゃああいつらのやつは抜けたから、え、ちょっと待って、この車乗れるってことか、もしかして。あ、乗れるわ。うん、じゃあアイテムはもう回収しきれないね。リボルバー満タン。んじゃ行くか、コールドロンレイクへ。アリスを僕が助けるんだ。でまた車乗ってくんだけど、これなんかもうないか、さすがに。カマ進んじゃっていい。あー、なるほど、こっちね。いいんじゃない。もうさ、ここに来てこんなに車乗ることになるとは思わなかったけど。これなんか今出たね、これだよね。中？中じゃない。ん？ここって来たことあったっけ？ボーン、チェックポイント。ゲートを開けなくては。ゲートを開けなくては。ああ、なるほどね。で、この中か。読む。ご用の方は管理事務所までお越しください。入場時には面積同意書に、署名が必要です。どんなパーツも探します。ご自分で探す場合は、交互持参の上、必ず防具を着用してください。廃棄物には崩れずにご注意ください。なるほどね。あ、矢印あるわ。なんだ、この先、あー、あるね。マジで新車さんやってくれてんね、これね。マジで助かるわ。彼女いなかったら積んでたよね、普通に。あ、いけない。ああいうとこにさ、無理やり行こうとして詰まっちゃった場合、多分絶望のうちにお亡くなりになるんだろうな。あー、こっちじゃないか。どこにあるボックス。あー、あったあったあった。おいおいおい、トラップじゃねえのかこれ。トラップじゃねえか。トラップだよな。よし。ああ、ほら、2人目も来ちゃったもん。はい、よし、 OK。 リロードしておいて、リターンと、ああ、はいはいはい、いいねいいね。これぐらいもらえるんだったらいいよ、いいんじゃないかな。さてと、他に何もなしだね。そしたら中入っちまいましょうか。2階ってところかな。あ、いや、待て待て待て、なんかこれさ、上乗って、上乗れねえや。上乗れないや。こっちも乗れないや。そしたらやっぱ中入って、そこから行くしかないということですかね。見るべきものが、ライフル？どうするこれ。ちょっとやめて。ライフルだったら、よいしょ、ちょっと、ミラージュ、ミラージュ、ちょっと待て。ちょっと、大丈夫？あ、もう大丈夫ね。OK。OK。ショットガン使っちゃおう。そこにライフルがあるということは、ショットガンと切り替えちゃった方がいいってことなんじゃろ？多分。ここからライフルの弾いっぱい出してあげるよっていう、そういう気遣いだと思うんで、とりあえず、OK。あー、これ押せばいい？あー、開いた開いた。開いてる。ゆっくり開いてる。おお、ショットガンでしっかり撃破。ショットガンは普通に使っちゃうから、ライフルの弾と交換してうまいことやっていこう。で、あとなんかないかな？管理事務所の中には、こんなもんか。フレアガンね、ありがとう。先行手榴弾。先行手、なんだ。声聞こえたぞ、今。いるのか？いるのかな？あ、いるわ、いるわ。違う、もったいない。もったいな。もったいな。もったいねえ、今。
このゲームの悪いとこやな。装備してるやつ変わっちゃうんだもん。じゃあここでライフルと切り替える。よし、8発ね。さて、あとまた車か。新しい車に乗りたいな。だけど乗ってく。いや、コールドロレイク遠いな。飛ぶ。え、ちょ、普通に失敗したわ。ダメだ。まっすぐ乗らないとダメ。まっすぐ行かないと、まっすぐ。まっすぐ。車ぶっ壊れちゃうよ。車ぶっ壊れちゃうよ。よいしょ。ん？車前に進まないんだけど。前に進まないんだけど、車が。前に進ま。車前に進まなくなっちゃった。やばいやばいやばい、車が前に進まないよ。車が前に進まなくなっちゃった今。ちょ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 、よし、マジか。まったく車壊しちゃった。まっすぐ進めるのって難しいですね。よし、で、あとはまっすぐ、まっすぐ行くぞ。ここ、はい。もうでも荒れてるね。お？ん？ここ何かあるのかな？なんかあるね。原稿。リボルバー？はいはい。ありがとう。あ、ありがとう。トーマス・ゼイン、最後のダイビング。心臓をえぐり出してなお、それは生きていた。バーバラの顔をかぶったそれは、バーバラの声で甘く空虚な毒を吐き続けた。ゼインはダイビングスーツを着込み、椅子に縛り付けていた縄を解いた。腕の中で弱々しくのたうつそれを抱え、彼は桟橋へ、そしてその先に広がる果てしない水底へと踏み出した。ああ、だから全員の幻影みたいなやつは、ダイビングスーツ着てたんだ。なるほどね。で、これ上に登ってっちゃうけど、なんだこれ、何させられてんだ。何させられてんだ。おいー、おいー、おいー。ん？よし。あー、なんか闇が近づいてきてるな。あ、待って、電気消えてんじゃねえか。うわー、うん、どう。闇じゃねえ、普通に落っこしてきたやつにやられた。で、これ外に出て、これバトルじゃん絶対。お前かよ。助けて、助けてくれ。よし。よし、これで奴は来れない。バカめ。私に勝てるとでも思ったか。はい、はーい。もう勝ちだわ。はーい。勝てると思うなよ、俺にな。よし。で、ここにあるやつを回収と。ザコメ。私に勝てると思ったが運の尽き。カチッとな。ん？あ、なんか動いてる。ん？なんだ？何さす、何してたあれ。お？おお、いっぱいいる、いっぱいいる。おる、おったおった、おったおったおった。やばい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 。
車乗り込めねえのか、さすがに。トン、うわだだ、なんでフレアが鳴ってるんだよ、もったいねえって。あんなあんな雑魚中の雑魚に使っちゃったフレアが、もったいねえ。あれぐるぐる回ってくる、何これ、どこ行けばいいのこれ、どうなっとるん。どうなっとるんこれ、ぐるぐる回ってるけどさ、え、なや、何これ、どうなってんの。マジで、マジで、ちょっとわかんないんだけど、僕ちょっとわかんないんだけど、俺どこに向かえばいいの。ん、何か動かしてくれたってことだよな。え、ぐるぐる回ってるでしょこれ、ぐるぐる回ってる。やばい、ここに来て全く意味が分かんなくなってしまった。え、あ、分かった、あれに飛び乗るのか、あの車に飛び乗って先へ進めってことか、多分そういうことじゃない。ここのあ、てか、あっちにチェックポイントみたいなのあるじゃん。ここにあるやないか、チェックポイントが。コーヒーブレイクしたいけど、そろそろ。ない、コーヒー。全然私さ、道分かってなかったね。さすがにコーヒーないか。コーヒーポット置いてないね。あ、待て。ないわ。コーヒーポットなし。コーヒーポットありません。そしたら車に乗り込んでいきましょうか。よいしょ。これを道なりに進んでいけばええんかな。そろそろコールドロンレイク着きたいな。ブンブンブブブンブブブンブン。遠いな、コールドロンレイク。こんな遠かったっけ。なんかすげえ遠いわ。チェックポイントか。ボーン。開ける。リボルバーか。あ、リボルバーいっぱい。照らされた部屋で、バリーには大見えを切ってみせたが、実際のところ。俺は頼りない夢の筋書きをたどっているだけだった。なんとか森を抜けて湖へ向かい、古びた子供のおもちゃで魔法のスイッチを入れ、ホラー小説にハッピーエンドを書き込まなくてはならなかった。そして闇の底に囚われたアリスを救い出すのだ。なるほどね。よいしょ。ああ、アイテムある。ありがてえ。開ける。先行手榴弾、フレアガン。よし。で、これはフレアガンの弾丸、ありがたいっすね。いやー、バトルが長く続きそうな予感がするぜ。というわけで今日はこの辺で終わりするか。いや、いいところなんですけど、湖はたどり着けるかなと思ったけど、湖遠いわ。遠い遠い。この辺管理事務所ってことだな。フォローって書いてあるから、ついてきてって書いてあるね。まあ、次回はこのフォローの先からやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと、そう思っている次第でございます。というわけでここまでの語り、私高2でお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。